マーティンの故郷、クロスガーにある記念碑、ジェームズ・マーティンは、イギリスの技術者、起業家である。1934年に、バレンタイン・ヘンリー・ベイカーと共に航空機メーカー、マーティン・ベイカーエアクラフトを創立した。マーティン・ベイカーは現在、射出座席のトップメーカーである。アイルランド北部ダウン県のクロスガーに生まれた。技術者として働き、1929年に、 自らの工場を設立した。1934年に第一次世界大戦のエースパイロットであるバレンタイン・ベイカーと航空機、メーカー、マーティン・ベイカー・エアクラフトを設立した。1938年に、タンザ戦闘機、m b に1942年に MB3 を開発したが空軍に採用されず、1942年にはテストパイロットを務めたベイカーは、 MB3 で事故死した。1944年空軍省から射出座席の開発の依頼を受け、1945年にダミーによる最初のテストを行った。1946年7月24日に実際にパイロットバーナードリンチによってテストが行われ、1949年に起きたオータムウィンター52の事故時には乗員を脱出させる。 ことに成功した。1964年、イギリス飛行クラブ金賞を受賞した。北アイルランドのポンド紙幣発行権を持つ銀行の、一つ、ノーザン銀行が発行する100ポンド紙幣に肖像が使用されている。称号としては、CBE、支援具、ファイメッシュ、フレーズを持つ。ありがとうございます。